ミュニシパリティオブライカーとは、オーストラリアにかつてあったニューサウスウェールズ州の地方公共団体。ミュニシパリティオブアッシュフィールド、マリックビルカウンシルと2016年5月12日に合併し、インラーウエストカウンシルとなった。シドニー CBD から西に 5km のところに位置し、地域の北中部を構成するサバーブ群は、3方向がシドニー湾に面していて、メトロード4号線で、 東はピアモントと西はドラモインと連結している。沖合には世界遺産オーストラリアの囚人遺跡群の構成物件の一つである国家トゥー島が浮かぶ。バルメインと国家トゥー島はパラマッタ川を遡るフェリーでサーキュラーキーから移動することができる。地域の南部はアナンデール・ライカートで構成される。パラマッタ通りを挟んでミュニシュパリティオブ。 マリックビルと接している。ミューニシパリティ・オブ・ライカートは、以下のサバーブで構成されていた。ミューニシパリティ・オブ・ライカートの地域は、ヨーロッパ人が上陸する前は、ユアラー語を話すアボリジニのカディガル人及びワンガル人のコミュニティがあった。ライカートの地名は、1840年代に、活躍したプロイセン王国出身の探検家、ルードヴィヒ・ライカートにちなむ。1871年に、 ライカートは、市政施行した。1893年、アナンデール地区が、ボロー・オブ・アナンデールとして、地域から離脱したが、1949年には、再度、アナンデールとバルメインと合併した。それ以後、1967年、2003年に、市の境界の変更が行われた。20世紀の半ばから、ライカートは、シドニーに住むイタリア系住民の、 中心地としてあり続けている。シドニー湾に浮かぶ国家う島は、1839年に、シドニー地区の刑務所として建設されたが、1869年に刑務所は廃止され、それ以後は、オーストラリア海軍のドックとして、1992年まで創業していた。ミュニシパリティオブライカートの議会は、12人によって構成される。任期は4年。 選挙区は4つで、それぞれの選挙区から3人の議員が選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。議席はオーストラリア労働党、オーストラリア自由党、オーストラリア緑の党の賛成党がそれぞれ4議席を獲得した。市長は議会選挙後の最初の議会で15人の議員の中から選出される。市長は オーストラリア労働党のダルシー・バーン。AB、ライクハート・ミューニセプル・カウンシル・ビラビリゲル・バルマン。ローカル・ガバメント・エレクションス2012・エレクタール・コミッション・オブ・ニュー・サウス・ワイルズ2012年9月17日、閲覧。AB、ライクハート・ミューニセプル・カウンシル・エオラ、ライクハート・リリフィールド。 ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月17日閲覧 AB ライクハートミューニセプルカウンシルギャデゲルアンデールライクハートローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月17日閲覧 AB ライクハートミューニセプルカウンシルワングル ローゼル・リリーフィールド。ローカル・ガバメント・エレクションス二千十二エレクタール・コミッション・オブ・ニュー・サウス・ワイルズ。二千十二年九月十七日。閲覧。ムラダ、ローレン、マレー、オリバー・ハムビー、オマール、マリクビル、アシュフィールド・アンド・ライク・ハート・カウンスルズ・エレクト・ニュー、メイヤーズ。インナー・ウエスト・クーリエ、http コロンスラッシュスラッシュ・ i n n e r ル・ダッシュ・ウエー t-courier.wherilive.com au, ニュースストーリーマリックビル・アシュフィールドラックハートカウンスルズ・エレクト・ニュー・メイヤーズ ,2012 年9月26日、閲覧。ありがとうございます。